に搬入されつつある212大阪市電気局200系電車は大阪市電気局が1935年及び1936年に製造した通勤系電車である大阪市営地下鉄1号線の難波バ延長と2両編成運転実施に備え201から204が川崎車両で205から208が日本車両製造本店で1935年に 製造され、続いて209から213が日本車両製造本店で1936年に製造された。基本設計は100型に準じるが、1936年製の209以降については構え体の組み立て方法が変更され、リベットが廃止されて全溶接構造となった。車内は100型で設置されていた座席両端のスタンションポールが廃止され、 さらに209以降では内装各部の握り棒に施されていた放浪加工が省略されアルマイト加工された警報金製材料に変更された。なお本形式より前面へのシャン表記が実施され既存の百型についても追加取り付けが本形式収益と前後して実施されている。主電動機は 従来の芝浦製作所製 SE-146 と同一スペックではあるが、川崎車両製の K-2304A を採用した。当時、川崎は三菱電気製メガバイト -146SFR の同等品を K7 から 1253AR として製造するなど、戦時体制の進行とともに、本来のメーカーから供給を受けることが次第に、 困難となりつつあった、電動機の同等品を各社に供給しており、これもその一環であった。これに対し、主制御機は、東洋電気製造製 ES-512B、台車は、住友金属工業製 KS-63L。それに、ブレーキは、三菱造船製油 -5 自在弁による、アミュー自動空気ブレーキ、100型とほぼ同等の機器構成である。 新造以来、戦前、戦中を通じて100型などと共通運用された。戦後は、全室運転台加工時の対象外とされ、片隅運転台のままとされたため、長編成化が進むにつれて、中間車として使用されるようになり、最終期には、車庫内での入れ替え時を除き、運転台が使用されることはなかった。戦後は100型などと同様、下記の改良工事が随時実施されている。 1970年の日本万国博覧会に向けての1号線輸送力増強の一環として、1号線在籍の旧型車は心臓の3 0系で置き換えられることとなり、他車同様、1969年秋までに運用終了し、全車廃車された。端子電圧 750V 時定格出力 170kW 770rpm 225A。 それとともに、電気局側にも、公営企業として、国内メーカーの育成を図るという意図もあったと考えられ、戦後も大阪市交通局はメーカーを一社指名とせず、極力同一仕様の下、複数のメーカーによる入札方式を取る方針で一貫している。局内故障は AS、AS-2 で100型とは区分されていた。1951年開業の昭和町。 天皇時間がオープンカット工法にて施行後、天井に蓋をせずに開業したため、交雨対策が必要となって追加された。桜木町事故の教訓で1952年に装着された。全面貫通扉左下部に一頭、取り付けられていた尾刀を全面巻いた左右端に、各一頭装備に変更し、視認性を向上させた。1955年に、 サービス工場を目的として実施された。1958年春高の1200型に合わせ、上部アイボリーホワイト、株オレンジの2色塗り分けに変更が、工場検査周期に合わせて実施された。長大編成化による応答性低下や空想自分の課題化対策として1959年7月から1960年2月にかけて実施。 運転台のブレーキ制御弁を交換し、床下に B1 電空接触器とナンバー21電磁給配、弁などを付加した。この改造に際しては、アムエ電磁自動空気ブレーキへの改造を予定して、用意してあった空きスペースが活用されたという。高性能車と極力同じダイヤで運行可能とするため、主電動機の設定を見直して限り流地を引き上げ、RMS 電流に対応して、 主電動機の絶縁種別を A 種から B 種へ変更。境地切り回始器弱めメ開示段を追加して、主回路の抵抗箱を4個から6個に増設。さらに、主電動機のベアリングを新品のローラーベアリングで置き換えて、軌道抵抗を低減することで、加速性能と最高速度の向上を図った。東海道新幹線開業に伴う新大阪。 遠心開業を控えた1964年4月から6月にかけて集中的に施行されている。1961年7月から1962年4月にかけて実施。ただし201.202の2両は未施行のまま終わっている。ありがとうございます。